いや、この平子さんのね、うん、給与、僕もまあ休み。ああ、ちょっと大事を取ってね。大事を取って一応休みってことで、うんうんうん、まあ、検査も受けたり、はいはいはい、結構受けたんですけど、うんうんうん、受けたりして、まあ家にいなきゃいけないじゃないですか。うん、まあでも、ヤバタンもいるからさ、そうだね。一人だったらあれだけど、うん、まあ、なんとか10日間、うん、10日間、1週間ぐらいかな、俺は。うんうんうん、本当にね、うん、なんだろう。いろんな結婚式のお祝いでもらったものがね、役に立って、うん、ほう、そう、なんかプロジェクターみたいなのもらったんですよ。あ、家壁にバーンって映せる、で二人で映画、うん、寝っ転がって見れるみたいな、もうアベンジャーズをもう全部見せて、大画面で、大画面で、え、アベンジャーズ見たことなかったんだ。アベンジャーズ今はめてる。めちゃくちゃはめてる。はめてるっていうか。ストーリーわかんねえとさ、やっぱりこっからスパイダーマンとかさ。はい、ここの、まずはストーリーになってっていう、ね。ドクターストレンジとか見に行けないやん。うんうん、で、一瞬楽しみたいから。そうね。うん。はめて今見させて。はめてっていうのはあれだけど。見せて。見せて。面白いってなってたり。へぇ、うん。一番嬉しかったの？え？一番嬉しかった？なんかもらったもので。いろんなもんもらえるじゃん。結局ね、うん、なんだかんだで圧力鍋。ああ、圧力鍋は使えるもんね。圧力鍋の凄さに驚いてますね。本当にだからこの一週間ぐらいずっと料理してるんですよ、俺。圧力鍋すごい。はあ。それなんか俺は料理できないから、はい、何？お肉が柔らかくなるとかしかわかんない。笑ってますけど、マジですよ。角煮が柔らかいとか。マジやばい。しかも、だって、俺結構炊いたりするの好きなんですよ。何でも。鶏とか、だしとか取ったりするの好きで、うんうん、お肉柔らかくするのとか、今までもう、直火でもう長時間かけてやってたりしたわけじゃないですか。うんうん、30分くらいで、ホロホロの牛肉とか、豚肉とかできる。普通の鍋だと付きっきりでずっと火の加減見ながら、はい。で、弱火にして焦げないように回さなきゃいけないし、うんうん、とかなんですけど。うん、もうキューブー、カチャカチャカチャ、シューン、火止めて、か、オープンから、もうホロホロ。マジで。圧力鍋で、肉がホロホロになるっていう話、令和のこの時代に、そんな熱込めて、よう話せんな。いやいや、でも一番役に立ったでも本当に圧力鍋です。あ、そう、うん。なんか軽視してるかもね。今そう。いろんな家具、ね、家電とかいろんなの出てきてるから。しかも結構なんかちょっと、圧力かかったまま開けちゃう人とかもいるみたいな。おうおう、ちょっと危なかったりするので。あ、そうなんだ。一回逃がさなきゃいけない。そう、絶対逃がさなきゃダメです。一応言っときに換気して。パーンってなっちゃうの？パーンってなっちゃいます。気をつけてください。手ごと上にバーンって持ってかれちゃうってこと？この鍋の蓋をボーンって結構重いんですけど。そっか、圧力かかってるからね。うん。うん。本当に気をつけてください。あのね、知ってるわ、多分。そう。圧力鍋っつってるから。へぇー、ね、新商品じゃないし。ちょっとだからまだ怖いんだよね。圧をさ、ちょっと下げるときにさ、うん、つまみがあってさ、うんうん、はいはい、ちょっと下げ、徐々に下げていくんだけど、長い箸でなんか、つまみがくっつかれる。罰ゲームじゃねえから、ね、急にパーンってなるかなってね。いや、ちょっとわかるけどな。で、なんか結構料理すること多くて、うん、まあ買い物二人で行ったりするんですよ。はいはいはい、うん、で、近くのスーパーに、うん、この間何作ろうとしたのか忘れちゃったけど、なんか作るときに、鍋かな、うん、鍋かなんか作るときに行ったんで、うん、で、スーパー入ってなんか買い物してて、うん、肉コーナー見てたら、はい、あの、豚レバーが、角ビンビンに立ってるやつだったんですよ。はぁはぁはぁ、角立ってるレバーあるね。もうね、見るからにいいレバー。うまさを、もう、確約されたレバーだね、角はね。ダメだけど、生で食いたいぐらい。いや、本当にね。本当に、多分新鮮なんだろうなって、うん、もう、一目でわかる、うん。昔だからレバー生で食えてた時代、本当角が立ってるやつ。そう、まあうまかったもんね。もう、絶対、もう、食感、ジャリって言って、こう、噛み締められるレバー、うん。はいはいはい。めっちゃいいなと思って。うん、多分、俺、ベイエリアって、いい肉入ってくんだよ、多分。あの辺多分、精肉店とかも結構あるから。うん、いいなと思ったけど。うん、ヤバタンレバー食えないし、あ、俺一人で食うのもちょっと今妊婦さんだし、うん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 、なんか俺だけいい思いするのも違うのかな。レバーで、レバーで、いや、別に、なんか別にレバーはいい、安いよね、豚レバーって。豚レバーめちゃめちゃ安い。いや別にめちゃめちゃ安い。
なんそっちだけいい思いしてさとか。とか言われたら、聞いてる主婦も、うん、旦那さんだけ豚レバー食べたってことって、ならないと思うけどね。ああ、そうってなる。いや、結構その辺厳しいご意見をお持ちの方も、何にも思わないと思う。どこかで怒られたら俺旦那だけ豚レバー食った話。で食材買ってさ、ある程度買ってレジ並んでて、うん、豚レバーの角がさ、ずっと忘れらんないな。語りかけてくる。袖引っ張ってくるね、俺の。めっちゃ怖えじゃん。怪物じゃん。ボー君じゃん。ボー君。ボー君豚レバーじゃん。で、レジ並んでて。あ、そうだ。酒のつまみでチーズ買おう。とかちょっとレジで待っててって言って。なんか、チーズ取って。うん、チーズの下にレバー。これ子供のお菓子入れるときのやつじゃん。危ねえってことで、危ねえってやるのみたいな。こっそりレバー忍ばせて家帰って、うん、冷蔵庫入れるときももう絶対見つかんねえさ。豚レバーいいだろ。絶対見つかんないとこに。牛乳とか醤油とかの裏にこう何だよ、絶対バレねえじゃん。なんか手伝おうかとか言って、いや俺やるから、今日はちょっと俺やるから来ないで、こっち出しとるから、ちゃんと昆布やるから、ちゃんと出しとるからとかって言って、エロビデオのやつじゃん。完全にキッチンには入れさせないように。豚レバーで抜こうとしてんの。エログッズの話じゃん、もう妊婦だろとか、俺やるから座ってな、優しい、優しい、大丈夫だから、めっちゃ優しい。でも鍋作ってみん二人で食べて、うん、まだちょっとだけ、うん、締めちょっとだけしか食べないくて、レバー入る余裕だけちょっと、わけわかんねえ、胃に残しといて、わけわかんない。ただこれレバー入る部分を胃に残す、ヤバタンは今ほらもう会社にもあんまりいて家にいるからいつ食べるのっていうのもあるんですよ、自分の中で。でももう間違いなく自分の中でできてるんですよ。レバーをフライパンで焼いてビールプシュッと開けて焼肉のタレつけて食べてゴクゴクなんて絶対うまいわけだ。でもダメ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 、それはダメだ。ダメだよな。不貞行為じゃん。不貞行為じゃないよ。音が入ってる時レバー見つめて。捨て。ダメだ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 。いいのよ。目の前で食べて。もう連絡しないと。もう連絡しないとダメだ。ダメだ。どこ何よ。何にだよ。いつ食べようかなと思ってたんですけど。まあ、なんだかんだってご飯食べてお風呂入って、二、うん、人で映画見て、うん、まあ、映画の内容なんかほんと入ってこないですよ。レバーのこと。レバー。頭いっぱい。レバーばっかり頭の中。で、二人でちょっと早めに寝ようかって寝て、ヤマタンが寝始めた頃、スースーと。そっそり、キッチン行って、キッチンだけ明かりつけて、シューッ、妖怪じゃん。妖怪豚レバーや。焼肉のタレにちょっとさ、ニンニクちょっとチューブでちょっと出して、ぐちゃぐちゃぐちゃってやって、レバーパチッとつけてさ、うん、食べたら、うん、今まで食べた食べ物の中で一番うまかった。いやいや、それはマジで、それはマジで、マジで、それはないよ。なんかシチュエーションも含めて、ため込みが、貯金が。多すぎたから。マジでビール飲んで倒れるかと思った、これ。だから。ほんと。すっげえうまかったわ、マジで。やばい。でも。オールタイムベスト。ジスイズ豚レバー。アルピーのラジオ聞きました。酒井さんが奥さんに隠れて自分だけで豚レバー食べてるお話を聞きました。誰が？がっしっかり残念です。誰が怒った？ボー君じゃないですか。私たち主婦は
そもそも聞いてないわ、豚レバーを我慢し。アルコ&ピース DC ガレージ。